にちは。私は今高田橋に来ているんですが、ちょっと後ろをご覧ください。すごい数の鯉のぼりが相模川の上を泳いでいるでしょう。この鯉のぼり一体何匹いると思いますか？なんと1100匹もいるんです。今回は昨年に引き続き行われる泳げ鯉のぼり相模川の様子と、子どもたちの健やかな成長をと願いの込められた鯉のぼりが、さつきの雄大な空に泳ぐ姿をたっぷりとご紹介します。この木タナは大変この緑も豊かでございますし、きれいな相模川の水も流れております。子どもたちが将来素晴らしく成長するようにみんなが願っております。お集まりくださいました皆様方、ありがとうございました。この壮大な計画の実行委員長をされています川原さんにお話を伺ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。この泳げ鯉のぼり相模川を始めたきっかけは何ですか？そうですね、私たちが小さい頃にはたくさん5月の空に鯉のぼりが泳いでたんですが、それが現在ほとんどありませんでしょう。だから子どもたちに夢を与えるということが一つと、もう一つこの相模川というのは相川、城山と一子二鳥の人々がこの中で、皆さん生活しているわけで、その人たちと手を携えてこの事業をやっていくということと、この自然の中に鯉のぼりを泳いでいる姿を見てもらって、それで子どもたちに自然の大切さを自覚してもらおうと、その3つを計画してこの事業を始めたわけです。こんなにたくさんの鯉のぼり、どういうふうにして集めたものなんでしょう？地元の方々で昔鯉のぼりをあげていた人で、それで鯉のぼりっていうのは縁起物ですから捨てるわけいかない、どっかにしまってありますので、そういう方にお呼びかけしたのが一つ。遠いところでは鹿児島、長崎、秋田、群馬と、そういうところからも鯉のぼりが来ておりますよ。鯉のぼりにはね、一緒に手紙がついてくるんですよ。その手紙の中にね、85歳のおばあちゃんで、鯉のぼり初節句を迎えても鯉のぼりを飼うことができなかった、それでその鯉のぼりをかけるために1年間内職をして、それで貯めたお金で鯉のぼりを飼って、子どもの成長を6年間見守った鯉のぼりだから、本当に、みんなの鯉のぼりと一緒に泳がしてくださいとか、そういうふうな手紙がたくさんついておりました。1100匹の鯉のぼりを吊るしには随分ご苦労なさったんでしょう。ワイヤーが太いでしょう。だから持ち上げるときに大変な力を要しましてね、大体1本かけるのに、そうですね、2時間ぐらいかかりましたかね。大変皆様にはご協力いただきました。1100匹の鯉のぼりが泳いでるわけですが、ご覧になっていかがですか？びっくりしましたよ。昨日ニュースで見てきたんですけどね、すごく楽しくなってね、子供たち もう喜んでるからね。お孫さんに夢を託すとしてはどんな夢を託されますか？そうだね、鯉のぼりみたいな勢いね、あの孫になってほしいですね。やっぱ近くで見るとやっぱりこう雄大で、やっぱりこう子供連れなんかに来るにはすごく楽しいなと思うんですね。子供さんに夢を託すとしたらどんな夢を？まず素直な健やかに育ってほしいなと思うんですけどね。皆さん、青空に舞う1100匹の姿いかがでしたか？実行委員長さんのお話にもあったように、一つ一つの鯉のぼりにはさまざまな思いが込められているんですね。相模原の子どもたちもこの鯉のぼりのようにたくましく育ってほしいと思います。
よ梅雨のシーズンを迎え、カーペットなどに多くのダニが発生しやすくなります。そこで今回は掃除機を使った効果的なダニ駆除の方法を紹介します。この時期カーペットなどに多く見られるチリダニは人間の血を吸うことはないのですが、糞や死骸が体内に入って喘息などのアレルギーの原因になります。特にダニ駆除用の掃除機でなくてもダニを取ることはできますが、時々この先の細いノズルで少しずつ丁寧に掃除をすればかなりのダニを取ることができます。普段からこまめに掃除をしていればダニの大量発生は防げます。おはようございます。今午前9時ちょうどですけれども、この後ろにあります障害者の働く施設ひまわりの家の一日が始まりました。今回はこのひまわりの家のような地域作業所を訪ねまして、働く障害者の姿を通して障害者の自立とは、また社会参加とはそれぞれどういうことなのかを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。社長の山之内さんにお話を伺いたいと思いますが、そもそもこのひまわりの家を作りになったのはどういうきっかけだったでしょうか。ですね、一般社会で働けない、子どもたちのために少しでも何かその役に立てばということで、その親たちが立ち上がりまして、でこういう地域作業所といいますか、そういう何か子どもたちにできる仕事を少しでも生きがいを持たせてやりたいということで始めたのがきっかけなんです。皆さん封筒をお作りになるか、あるいはこの旗を折って作品を作るかということをなさってるんですけど、だいたいこれが主な作業になるわけですか。そうですね、この封筒については下請けの方から一応こちらにいただきまして、仕上げてるんですけど、お家についてはここに通ってる子どもたちに全部還元するといいますか、給料という形でお渡ししてるんですけど、織物もですね、バザーとか横浜博の記念品としてランチョーマットとかそういうものを作りながら販売するようにしております。障害者の自立というのはどういうことなんでしょうか。少しでも自分たちでできるものといいますかね、そういうものを自分で身につけて、その子どもたちの社会参加が少しでもできればということで、やってるんですけど。ここは市内の相生にありますウディショップキコリです。ちょうど食事中でした。こちらは先ほどと反対に男性の中に女性が一人という構成です。木を利用したパズルや鍋敷きなどを作っています。
住さんは指導員としてこちらで皆さんの指導に働いているわけなんですが、皆さんの働きぶりの方はいかがですか？そうですね、ご覧になってお分かりと思うんですけど、毎日みんな仲間たちと楽しく働いてますから、顔が輝いてるっていうんでしょうか、そういう表情でもう毎日楽しいなっていう雰囲気ですね。こうした作品は大体主にどんな形で私たちの手元に来るんでしょうか？アジサイ会館とか桜祭りのバザーとか練馬区のエゴノミさんとか、それから遠くは宇都宮とか、いろいろなお店でもお手に取ってご覧になることできると思いますけど。障害者の自立ということはどんなふうに考えていらっしゃいますか？そうですね、足の不自由な方はやはりその不自由な部分を補ってもらいながら完全に自分たちで生活できるということが自立になります。ここに来ている人たちももちろん支えていただかなきゃならない部分、知恵の部分とかそういう部分はありますけれども、自分たちの経験をたくさん増やしていくことで社会参加自立、そこの自立に向けてはこれからも生活を通じていろいろな方のお知恵とかお力を拝借しながら、本当にごく普通の形でね、社会の片隅に生活できるように私たちは希望してますし、あくまでも障害は個性であるということで、いろいろな部分でお助けいただくところがあると思います。楽しいですか、これおるの？はい。そうで、これボーナス出るんでしょ？はい、それも楽しみね。はい、そうです。毎日ここへ来て旗織りをしてるんですか？はい、そうです。ずいぶんいろんな種類のものを作ってますけど、はい、今お客様から一番人気があるのは何なんですか？パズルですね。色も可愛いですね、はい、作ってるのも楽しいですか？あれは楽しいです。いろんな作業ありますけど、どの作業が一番気に入ってますか？みんなです。みんな今日回りましたひまわりの家、そしてこちらの木こり、この2つのほか相模原市内にはあと20カ所のこうした地域作業所があるそうなんです。障害者の方の自立ということになりますと、これはまだまだ問題が多いようなんですが、その第一歩の社会参加、これに関しましては磯部さんのお話にありましたハンディのあるなしに関わらず、とにかく人それぞれが支え合って社会できていく、この基本的な考え方がとても大切なんだなというふうに感じました。私は東林小学校落語クラブ寺子屋一門の寺子屋すみれでございます。私たち落語クラブは男子8名、女子5名、合わせて13名のメンバーで4月よりスタートいたしました。落語クラブは多くの人に話を聞いて喜んでもらうことをモットーに活動しています。発声練習、早口言葉、小話などを経て自分の持ちネタを覚えていきます。これから練習風景を見ていただきます。これから落語クラブの練習を始めます。で、お話を申し上げます。はい、じゃあね、ジュゲムで口鳴らし、ジュゲムジュゲム五行の水利外在水業水業末雲在末風在末食うてるところに住むところ、パイポパイポパイポの修輪眼、駐輪眼の偶輪台、偶輪台のポンポコピーのポンポコナーの長久命の長助、クラブ員の一人一人には芸名があって、屋号は学校だけに寺子屋。ちなみに担当の先生は、で、寺子屋豚松でございます。これ今先生のこれ見てた、自然とこう来た時に礼をしてから、寺子屋金太郎でございます。ここで小話を言ってき申し上げます。方早いね、寺子屋金太郎でございます。練習の成果は学校の文化祭をはじめ地域の老人会などで発表しています。ラーメンとかありませんか？ラーメン去年やってた気がするけど、どうかな。ラーメン、はい、はい、お寿司君、ラーメンとか、はい、ラーメンとかけまして、
ドラえもんと解く。ドラえもんと解く。その心は？伸びた。伸びた。なるほどな。ああ、ラーメンも伸びたよね。ドラえもん伸びたが好きなんだもんな。これで落語クラブの練習終わります。で、このコーナーでは町の話題や市からのお知らせなどをお送りします。先月の8日から9日にかけて鹿沼公園の白鳥池でコブハクチョウのデイラちゃんとボチ君の間に6羽の可愛いヒナが誕生しました。この白鳥のつがいは県箱根自然公園から送られたものですが、昨年生まれた7羽も順調に育っており、これで鹿沼公園の白鳥は都合15羽になりました。生まれたばかりのヒナは親に付き添われながらも元気いっぱいに白鳥池を泳ぎ回り、公園を訪れた人の目を楽しませています。皆さんでニューファミリーの成長を温かく見守ってあげてください。このビデオ広報ふるさと相模原は市役所、出張所、金融機関をはじめ横浜線橋本駅、淵野辺駅、小淵駅など市内54カ所で放映しています。皆様のご意見ご要望をお待ちしております。